かな入力とは、コンピュータへの日本語入力において、文章の読みを入力する方式の一つで、キーボードのキーのアルファベット刻印を利用する、ローマ字入力に対して、キーに刻印されているかな50音から直接、また波行から各段の文字を選び取り入力する方式の総称である。かな入力、かな入力とも、パーソナルコンピュータで、 一般的なハードウェアキーボードを利用したカナ入力ではキーを打検することでキーに刻印されている文字のうち日本語部分に対応する文字が入力される。入力された文字にカナ漢字変換を行い漢字カナ混じり文にする。カナ入力に対応するキー配列は複数あるが日本国内で最も普及しているジスキーボードに刻印されているジスカナ配列が 一般的であり、多くのコンピュータの標準的な日本語入力システムにおいて、実スな入力が採用されている。実スな配列がデファクトスタンダードとなる以前には、複数のキー配列が使用されていたほか、実スな配列の普及以降も、打鍵効率の向上、または打鍵疲労軽減などを目的として新たなキー配列がいくつか開発されている。ただし、 実スカな配列以外の配列は標準的な日本語入力システムには実装されていない場合が多く、それぞれ個別に指定された方法で導入する必要がある。カナ入力は一部の連想式漢字直接入力を使用した日本語入力システムでも使用されていた。タッチパネルを応用したソフトウェアキーボードでの文字入力が主なスマートフォンやタブレット端末でも、 かな入力という名称の入力方式が存在するが、ハードウェアキーボードのかな入力とは方式などが大きく異なる場合が多い。タブレット端末用の OS である iPadOS に標準的に組み込まれたかな入力では、ハードウェアキーボードで一般的なジスカな配列ではなく、かなキーを50音ズの通りに並べた50音順配列が採用されている。 スマートフォンの iOS や Android が備える、カナ入力では表示スペースの問題から、電気型のソフトウェアキーボードが使用され、デフォルトで表示されるキーはカナ50音のうち各項のアダンの文字のみである。各項のイダン以下の文字は、トグル入力、またはフリック入力と呼ばれる方式で選択して入力する。特にフリック入力は、スマートフォンの時代に登場した。 ソフトウェアキーボードならではの入力方式であり、フリック入力がスマートフォンにおけるカナ入力の代名詞的な故障にもなっている。ジスカな配列はクワーティ配列より多くのキーを使用しなければならないこともあり、画面が小さいスマートフォンでは標準的に採用された例はない。ただし、サードパーティー製のソフトウェアキーボードの中にはごく一部にカナ入力にジスカな 配列を採用したものも存在する。なお、スマートフォンタブレットでもハードウェアキーボードを外部接続した場合は、かな入力として実かな配列が利用可能な場合が多い。2020年現在、スマートフォンにおいては、かな入力は広く利用されているものの、パーソナルコンピュータでは大多数に利用されている入力方式はローマ字入力であり、かな入力は もはやマイナーな入力方式になってきている。1990年のワープロ保有者へのアンケートでは、ジスカの配列は55.1%、親指シフトは15.1%と、カナ入力はローマ字入力の30.9%よりも圧倒的多数に利用されていたが、2015年に角川アスキー総合研究所が行った調査によれば、 コンピュータのローマ字入力の利用者は全体の93.1%に拡大しており、対してジスカな配列のカナ入力の利用者の割合はわずか5.1%に減少している。60代以上の高齢世代では他の世代に比べてカナ入力の利用者が多いものの、それでもジスカな配列は11.3%に止まっている。 こうした利用者数の大幅な減少から近年の各電子機器メーカー OS メーカーのジスカな配列への対応は冷ややかであり、例えばクワーティ配列がどの機器でも共通して利用できるのに比べ2010年代以降に普及したソフトウェアキーボードでは同じカナ入力でもキー配列が機器によって異なるなどジスカな配列の習得者に手厚いサポートが行われて いるとは言い難い状況となっている。2020年現在においても日本国内では、ハードウェアキーボードに対するィスカな配列のカナ国印が継続されているが、多数派となったローマ字入力の利用者を中心に、カナ国印を取り除いたキーボードを要望する声も多い。キー配列日本語入力方式とキー配列も参照ジス X6000 に情報。 処理経験版配列として策定された配列。現在はデファクトスタンダードとなっている。ニコラ親指シフト配列親指シフト配列は、シフト操作を親指で行うことを特徴とし、実から配列よりも効率よく日本語入力できることを目指して開発された配列である。後に半濁音入力をブラッシュアップしたニコラに引き継がれたが、現在でも 親指シフトと呼ばれることが多い。ジスカな配列とは異なりカナを3段に収めており、最上段のキーは数字と記号の入力にのみ使用する。シフトキーと文字キーの同時だけによる入力を採用することで、ジスカな配列では2段を用した、濁音、半濁音を1回の操作で入力できる。富士通や他社から、外付けキーボードやノートパソコンのオプションも発売されている。 これ以外にも、アスカカな配列など、親指によるシフト操作を採用している配列は存在する。50音順キー配列の一例50音順配列とは、その名の通り50音図に倣って定められた配列のことである。同一行の5字を立て、または横に配列するか、先頭のキーを左側に置くか、右側に置くかなど、具体的なキー配置は機器によって様々である。 最低限の金文字の知識さえあれば、キー配列を覚える必要がないため、公共施設や銀行 ATM のタッチパネルなど、万人向けに対応する必要がある機器で採用されることがある。iPad でも、金入力用のソフトウェアキーボードとして採用されている。パーソナルワープロの黎明機には、各社から50音順配列キーボードを搭載した機種が発売されていた。また、 黎明期のパーソナルコンピュータのうち、MZ-700、MZ-1500、MSX など、低価格帯の機種の一部でも採用されている。親指シフト配列を推進する富士通からは、キーボードに取り付けると50音順配列にすることができる樹脂製カバーが添付されたこともある。真実配列真実配列とは、高校教科書や転生人語などから得られた。 統計データと実際の運指を調査して作成された配列である。ジスカの配列と異なり三段であることが特徴であり、シフトキーとして小指位置または親指位置を採用している。1986年にジス規格となったが、当時はすでにジスキーボードが普及していたため、ワープロ専用機のオプション扱いにとどまり、1999年には使用実態がないとして、 JIS 規格から廃止された。ガッツ配列2から263式。で記されたキーがシフトキーであり、右上の文字やの後に打鍵をする。二つのシフトキーはどちらを同じ役割である。ガッツ配列とは日本の電子掲示板である2チャンネルの中で考案された配列である。考案者は複数の匿名ユーザーであるため特定することはできない。 親指シフト配列及び真実配列と同様に3段の配列であるが、標準運指で両中指が担当するキーをシフトキーとして用いる点が特徴である。もともとこのような中指シフト方式は、戸賀島さ文氏により開発された花配列が起源となっており、真実配列に対して中指シフト方式を応用することが月配列開発の目的であった。ガッツ配列には、 数々の派生が存在するが月配列2から263式と呼ばれるものが代表的である。両中指の運指にそれぞれ一つずつ同じ役割のシフトキーが割り当てられているため入力文字によって用いるシフトキーを使い分けることで高い候補打権率を実現できる。変形キー配列の一例かつて米国製のコンピュータが日本市場向けにローカライズされる際、 キー数の少ないエイジ向けのキーボードでかな、入力をするため、ジスかな配列を若干改変した独自の配列が採用されることがあった。初期の日本版、マッキントッシュ、アックス、日本版ネクストのキーボードなどがあり、配列の改変部分はそれぞれ異なる。上記以外にも、トロン配列、カナタイプ、アスカカナ配列、シンゲタ配列などがある。 かな入力とローマ字入力を比較すると、以下のような長所、短所、指摘がある。かな入力で最も多く使われているものが、ジスキーボードのジスカな配列であるため、ジスカな配列における特徴も挙げる。ジスカな配列の長所、ジスカな配列の短所。ありがとうございます。